どうも、タビヨンです。タッチ続きやっていきたいと思います。前回までのタッチポーズ、こちら、乗ってないですけど、水をバケツに汲んで、子犬助けました。6匹目、残り4匹ですけど、まあ学校には化け物がいる、神社のカニ、果物4つで倒せるっていう情報ありますね。続きやっていきたいと思います。まあ学校か神社を探すっていうことだよね。これもバケツ、なんかそのいらないアイテム捨てて、なんかお店に売ってたもん手当たり次第に買っていった方がいいかもな。ちょっと戻ろう。ちょっと右手当たり次第作戦か。傘とバケツ買っていこうか。あといらないもの、もうトンカチとか終わったやつ捨てていくか。傘買っておきましょう。剣はこれ絶対、ナイフか、ナイフはいるもんね。 OK、 買っとこう。もうそのスタイルでいこう。あとでね、どうせなんかいるようになるんですよね、このゲームね。意外にで、そんなにアイテムの値段高くないから、正直ね。作戦としては、まあ、左下に行こうかな。どんどん下に下に行きましょうかね。はい、あれ左下に行けない。上上がってから左下かな。左、あれこっちも行けない。行けないね。さんだ、東方シネマティックでも入れないけど、入れない、この辺全部入れない。あ、下に戻ってきたな、これ一周したな。ここ入れない感じなんだ。じゃあ右上行く。コンパイルさんね、ここ。コンパイルさんがあって、ちょっと、地図書いていく？なんかね、でも全然分かってないけど、なんか間でもあったよね、住宅街みたいなのが。だから全然分かんないっす。こっからね、出てきたと思うんだよね。で、こっちずっと行ったらなんかあって、めちゃくちゃラフだな。ここ。これどうなんだろうね。こんな感じかな。今、この辺にいるんじゃない？わかんないけどね。コンパイルさんね。コンパイルさんがあって、で、こっから下行けなかったので、ここなんかお水、あ、バケツで、水汲むとこね。バケツで汲んで、で、子犬
子犬6匹目か、6で、コンパイルさんに東方さん、東方さんがあった感じかな。で、こっち戻る感じかな。雑雑だけど、なんとなくこんなイメージ。こっち上、ここ行ったことないんじゃないかな。どうだろう、わかんないけど。あ、これは鶴があった頃の甲子園じゃないの。これついに野球ゲーム解禁か。うわー、なんかこれ入場チケットとかあったら入れるんじゃないの、これ。え、鶴だからトンカチとか入れないか。違うのか。何なんだここは。え、甲子園っぽかったけどな今。どういうことだ、ストーリーには関係ないのか。ポーズちょっとメモしておこう。コンパイルさんの右上、甲子園、甲子園っぽいとこありましたよ。ちょっと拡大してね。甲子園書いておきました。これエンディングは甲子園で迎えるかもしれないしね。迷子だなこれ。今探してるのは学校か神社。学校か神社、入れない。南、早く来てください。あ、ここ居止まり。学校か神社を探せ。居止まり。ここは来たことがあるのかないのかもわからない。分かってない。ライン探して、右上にちょっと行きたいな。ここは来たことあるとこなのか。住宅地だねここはね。入れない入れない。入れない、何にも入れない。あ、下に行くとこあるな。合流してるね。入れなーい、入れなーい。とりあえず右上を目指そうかな。あ、入れた。学校の化け物は錆びつかせるといい。
こ、あ、行き止まり。じゃあ一番右行こう。とりあえず右端を目指そう。今回はまた戻ってくるかもしれない。あの左端にはね、なんか倉庫みたいなのがあるのが覚えてるけどね、なんかぐるっと回らないといけないと思うんで、今行ってないのはイメージ的には左上と右下、あ、違う、右、ちょっとポーズ全体マップで言うと、ごめんなさいね、今、まあ、イメージ的に言うと甲子園のここぐっと回ってこの辺にいるのかな。で、まあこっち側行ってないのと、この辺は行ったと思うんだよね、何もないけど。で、この辺がなんか倉庫っていうか、ここ左下は途中まで行って戻ってきてって感じですかね。とりあえず右上を全部くまなく行きましょう。感覚的にくまなく行ってないとまたね、情報漏れとかアイテム漏れとかありそうだけどな。あとなんかセイントさん、セイントさんの無言のセイントさんにちょっと会いたいな。アイテム捨てたいんでね。一体何なんだ、工事中のドリルドリル、光るドリル、光るドリル、誰がキャラクターデザインしたんだろうねだいぶ広いんだよね、このマップが。あ、もう達也もう3000になりました。達也もう2000超え。しかも分かってない。あ、ここだ。よし、行こう。どこだここは。情報収集しようか。まあ、ここ右上に、あ、ここは狭い。あ、楽でいいね。あ、新しい敵、あ、風船、あ、入れた。え、入れたけどな。え、風船をなんか倒す方法、なんかナイフとか教わったよね。ナイフなんじゃないか、違う。あ、倒せた、ナイフ、ナイフで倒せる。おお、これ情報あったよね。あ、書いてないかこれ学校には化け物錆びつかせるじゃなくて、あ、ナイフ学校で必要ってこれだ。じゃあもう学校に入ってるんだこれ。なんかお城かと思ったけどナイフで、ナイフ、飛び道具じゃないんだね、ナイフはね。でもパンチに見えるけど、風船倒せるんだね。おっと、あ、道場だ。これレベル、道場はレベル上げに必要だよみたいな、レベル上げしなくていいし道場発見。いいね、風船倒せるのはいいね。あ、学校内に入った、これ入ったね。この赤いクルなんかラジコンみたいなの何なんだろうね。学校内、わ、ロッカー、これ入れない。ナイフを持っております。あ、階段で上に上がるのか。校舎内ですね。神社はどこ行ったんだろうね。
上を目指してんのかな、これ。下はないの、これ。どういうこと？え、どっから来たんだ、我々は。上に行くしかない。一方通行なのか、これ、もしかして。化け物がいる。近くに化け物？ボス戦か？あ、来た、ボス。水じゃない？あ、弱い。ボス弱し子犬。7匹目ゲットです。簡単だったね。やりました。学校には化け物。錆びつか、やっぱ水だったね。 OK よね。ナイフ学校で必要というのは分かりました。ほう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 。じゃあもう神社のカニかな。ボス倒したら敵出てこなくてもいいけど。え、これどうやって戻るんだろう。でもあ、そうか、ごめんごめんごめん。ナイフでないとダメだった。みんなごめん。浮いて、あ、屋上だ。片道切符なのかな。脱出すればいいんじゃないの、これ、ここ。え？どういうこと？屋上。え？どうやって戻るんだろう、これ、屋上から。あ、またもう一回上に行ったら戻るスタイルなのか、これ。化け物がいる。戻り方が分かんないんだよね、この学校って。下もう入れない。これボスのとこだよね、さっきのね。どうにかしてよって言ってるけど、下押してもこれ入れないけど、どうなってんの。カズヤが役に立ってないんだよね。ナイフ2本持ってきておいた方が良かったのか。うわー、忙しい。入れない。達也が全部倒さないと。逆にナイフ他の、あ、気をつけるんだよ、近くに化け物。いや、それは、あ、わかった、ここだ、これだ、下に降りるの。わかりづらいわ。だから下に降りて、部屋でしょ。これで屋上に行けばいいのか。屋上に行っての左。屋上だけは上に入ると下に降りるんだ。ややこしいな。これで下に降りるんだろうね、多分。左まで、あ、ないね。つ
ついてこーい。あ、やっぱりな。下に降りて、特に何もなし。ほら、ナイフ、他の敵には弱いんだよね、これ。あー、なになになに？え、また？え、ちょっと待って、トンカチ、トンカチだったっけこいつ。え、ちょっと痛い痛い痛い。よし、倒した。え、子犬よ。何もらえんのこれ。あ、子犬。いや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 増えてないし、子犬何よこれ。取り漏れたやつをここで救出で、なんか増えなかったもんね。なんだよそれ。わけわかんねー。下にどんどん降りればいいんだよ。1階まで行って、なんだよ今のボス、なんかどこかに子犬が囚われているぞ。もう助けたよ。助けたよ。え、こういう上り階段だよね。一番下、もう上には上らなくて、学校から出たい。学校イベントもう終わりじゃね。ボス倒しましたよ。ボス2匹もいるとは思えなかったな。意外でしたね。こっちだ。あ、学校出ました。 OK。 あ、もうナイフいらないんじゃない、これ。ナイフいらないよ。よし、行きましょう。こっちが正面だったのかな、もしかして。本来来るルートはこっちなのかもね。わかんないけど。あと3匹か、子犬。どこだろうね、ここ。住宅街戻ってきました。おっと。次は、ポーズ、神社だよね。神社のカニに果物4つっていうか、全体マップで確認すると、ここがまあ学校ですよね。学校で子犬7ゲット。なので次はもう左下目指しましょうかね。うん、左下、なんかこの辺行き止まりだったから、一番左からずっと下に降りていけばいいんじゃないかな。うん、全体マップちょっと画面からはみ出てますけどね。左下に行きたいんだけど、どっから行けるんだろうか。学校の化け物は錆びつかせるといい。あ、これ聞いたね。もう倒してきましたよ。はい、左下、ここ、左行こう。なんか倉庫かビジネス街か、そんなとこね、住宅街じゃないとこ行ったもんね一回ね。
と覚えてますよ。いらないアイテムを捨てたいけどな、今のうちに。カズヤがなんか果物を持ってるのね。果物を左下、オフィス街でしょ。この辺来てないかな。学校の中には倒すのにアイテムがいる敵がいるぞ。いやもう学校情報終わってますよ。学校、ああ果物ね。はいはい、ここまで来ましたね。以前ここまで来たな。もっと左下だな。左、あ、水ね、水のとこね、来ましたね。水のとこから下に行く？どうなの？もうちょっと左下なかったっけ？あ、ここか。力、下は行ってないと思うんだよ。あ？音楽変わった。うわ、ネズミ。ここは初めてだね、完全に。忙しいな。やめろネズミ。なんか間入れる、入れない。音楽が変わったね。入れない。テトラポット、え、海近いの？どういうこと？下行くとこありましたけど、とりあえず全部調べよう。手にならんぞネズミ。南さえ、あ、ここも入れない。なにそれ、こんなに広いの。あ、こっちも下行く場所ありますね。広いなここ。なんて言うんだろう、倉庫入れないの。なんかアイテムいるのかな。一番左まで行くのめんどくさいから、もう下下降りよっか。降りましょう。つながってるかもしれないしね。南との距離感よ。南よ。よし。なんか変わった。なんか特別な場所なのかな、あそこ。右端。やっていくよ、ネズミ。このラインを全部調べよう。南を支援して。なんかこう頑張れ五右衛門、からくり道中みたいに関所とかないのかな。端っこまで来ました。後ろもフォローしないとね、これ。ちぎりで倒せるから。さあ、このラインを全部調べよう。ラインを調べる。しかしマップ広い。あ、入れた！海辺の神社は何回もお参りしないとご利益がないよ。メモしておきましょう。神
者を見つけないことにはどうしようもないよね、これ。忍者を見つけないことには、はい、ということで30分経過、この辺で一度区切りたいと思います。パスワードよかったら使ってみてください。そして今いる現在地をちょっと確認しておきましょうか。学校があって、なんて言うんだろう、倉庫的なとこなのかな。ここからずっと南に行ったんだよね。ここからずっと南に行って、ここかな。倉庫外的な。テトラポットもあったから倉庫、海の倉庫なんですかね。テトラポットあるし。海近くのね、港湾っていうか港ですかね。次回探索したいと思います。港近くの神社あるんでしょうか。次回もお楽しみに。さよなら。